日本維新の会の馬場伸幸です。明年平成30年は明治維新から数えてちょうど150年目の年にあたります。人生100年時代を迎えた今の日本で、たった150年前、それまで数百年と続いてきた前例慣例の象徴であるちょんまげを切り、腰から刀を抜き、我々の先人たちが日本を近代国家に生まれ変わらせるため、文字通り命を懸けた大改革が行われました。現在の日本について考えたとき、明治維新のときに設計された人口が右肩上がりで増加し、経済が成長し、税収がどんどん上がっていくという前提で考えられたすべての行政制度は、その前提条件が崩れ疲弊しています。それだけではなく、憲法、外交、安全保障、社会保障、教育、環境問題など、どの分野も現状の日本に適合している状態とは言えず、閉塞感が漂っています。国民は現役時代は普通に働けば普通に暮らしていける。そして現役を退けば第二の人生は何の不安や心配もなく暮らしていける。そういう社会や制度を望んでいます。そのためには坂本龍馬の言葉を借りれば、日本を今一度選択いたし候を行う必要があります。明治維新の志士たちの思いに応えるべく、これからの100年先、150年先の日本を想像しながら、今こそ日本大改革を行う時であります。総理、もちろん今の国民の暮らしを守り、現状の課題に立ち向かっていくことは重要でありますが、一強政権、安定政権だからこそできる大改革を総理主導の下で行ってほしい。それが衆議院選挙で示された本当の民意であると考えます。我々日本維新の会も、その名の通り、これ新たなりという発想で、建設的な議論をこれからも行っていくことを約束し、質問に入ります。さて、安倍総理は先の衆議院解散を国難突破解散と名付けました。北朝鮮による核とミサイルの開発は日本にとって確かに大変な脅威ですが、そうした国難を招いたのは一体誰の責任なのでしょうか。長年政権を担ってきた自民党の不作為の結果なのではないでしょうか。日本が直面する少子高齢化の大波も大変厳しいものがありますが、すでに確定した人口動態を国難と煽ってみても、今の事態に至るまで手をこまねいてきたのは、まさに自民党政権であり、国難ではなく怠慢です。私たちは北朝鮮の問題であれ、少子化の問題であれ、その課題に正面から向き合い、国民の生命と財産を守るため、仕事と生活を守るため、冷静かつ愚直に政策実現に取り組む以外にない、そう考えています。国難と煽ってみても何も生まれない。むしろ、なすべきことは分かっているのですから、タブーを恐れず覚悟を持って実行に移していくべきです。あえて国難という言葉に意味があるとすれば、安倍政権になって国民負担率が 2.7% 増えた。これこそ国民にとっては災難ではないでしょうか。国民の収入のうち税金の負担率と社会保障負担率を合計した、いわゆる国民負担率は、第二次安倍政権になる直前の平成24年には 39.7% でしたが、平成29年には 42.5% に跳ね上がりました。安倍総理、こうした国民負担率の増大をどう認識されていますか。また、負担率を上げるその前にやるべきことがあるのではないでしょうか。アベノミクスは失敗した。国民が好景気を実感できないと言われていますが、知らぬ間に負担だけが増えれば、実感できないのも当たり前です。さらに2年後には消費増税が予定されています。政治家だけが議員特権を拡大し、
国民の負担は確実に増大する。これこそ国難ではないでしょうか。議員特権の象徴である議員年金について質問します。国会議員の議員年金は平成11年に廃止され、地方議員年金は積立金が枯渇して、制度が破綻する見込みとなり、平成23年6月に廃止されました。しかし、驚いたことに、自民党を中心に地方議員年金に代わる新たな公的年金制度を求める動きがあります。先日、自民党幹部は、元国会議員で生活保護を受けたり、ホームレスになったりする方もいると聞いているとし、議員年金の復活を示唆しました。一方、廃止された地方議員年金の既存支給者への給付は現在も続いており、完全廃止まで今後50年間、自治体は負担を負い続けます。総務省の試算によれば、公費負担累債額が1兆1400億円にも上ります。自治体はこれだけの負の遺産を背負わされています。その上に地方議員の公的年金制度を復活させるというのはとんでもない話です。日本維新の会は地方議員の新たな公的年金制度には徹底的に反対します。また国会議員年金の復活にも徹底的に反対をします。非常勤で兼業が許される地方議員の立場を考えた上で、新たな公的年金制度が必要なのかどうか、また国民の中には国民年金のみで生活をされている方々が少なからずいらっしゃいます。元国会議員が国民年金では生活をできないということであれば、国民年金制度自体を根本的に見直すことが優先されるべきです。国会議員、地方議員年金を復活させることについて、総理の所見をお伺いいたします。次に、教育無償化の財源について質問します。安倍総理は所信表明演説において、どんなに貧しい家庭に育っても、高校、高専にも、専修学校、大学に行くことができる。そういう日本にしていこうではありませんか、と述べられました。私たち日本維新の会が言い続けてきた教育無償化に対する理解が広がっている、その結果であると自負し評価もしています。しかし、我流転生を欠くとの言葉の通り、最も大事な財源について安倍総理は消費増税を活用すると明言されました。国の行財政改革は不徹底であり、増税よりも先になすべきことがあるのではないでしょうか。大阪府では6年前の平成23年から私立を含めた高校の実質無償化を実現しています。そしてその財源は身を切る改革から始まり、職員が一丸となって行財政改革に取り組み、財源を捻出し、府民の新たな負担なしに実現をしました。大阪市守口市門真市でも新たな負担なしに幼稚園や保育園の無償化を実現しています。総理、この大阪での国民に新しい負担を負わせず、教育の無償化を次々と実現していることをどう評価していますか。国においても徹底的な行財政改革によって財源を捻出し、増税を行わずに教育無償化を実現できる、実現すべきと考えますが、総理の所見をお伺いいたします。次に、慰安婦像問題について質問します。サンフランシスコ市セントメリーズ公園の周知に民間団体が設置した慰安婦像と碑文がありますが、展示スペースごとサンフランシスコに寄贈され、11月14日に同市議会が寄贈の受け入れを議決しました。姉妹都市である大阪市の吉村博文市長は、ハガティ駐日大使やリー・サンフランシスコ市長に書簡を通じて、寄贈を受け入れれば慰安婦像と碑文の内容を同市の意思と見なさざるを得なくなると、姉妹都市関係の解消も視野に、慰安婦像の受け入れ撤回を強く求めてきました。碑文には、日本軍に性奴隷にされた数十万人の女性や、少女の苦しみの証拠といった
史実ではない極めて不適切な表現が含まれています。この問題は本来日本政府が解決すべき外交問題です。李首相が拒否権を行使しなければ、今月24日には慰安婦像と碑文が公共物になってしまいます。実に由々しき事態であります。菅官房長官はこの問題に関し、11月6日の記者会見で極めて残念と述べ、関係者を通じた取り組みを行うと述べました。自民党の二階幹事長も17日の記者会見で、日本が喜ぶか、どういう反応が国民の間に広がるかを考えてみれば、答えはおのずから明らかだ。米国がそういうことをして恥じないようなことであってはいけないと不快感を示し、これからは慰安婦問題について、渡米時には必ず意見を申し述べてくる。日本から来た国会議員はみんな意見を持っていて、気を良くしているわけではないということを理解してもらう、と述べました。サンフランシスコ市への慰安婦像の寄贈問題を安倍総理はどう捉まえていますか。大阪維新の会の大阪市会議員団は11月17日、河野太郎外務大臣にサンフランシスコにおける慰安婦像設置及び慰安婦の日制定について、その撤回等を求める要望書を提出しました。そして慰安婦にまつわる諸問題は、朝日新聞をはじめとする報道機関や、一部のジャーナリストによる捏造であった事実をサンフランシスコにはっきり伝え、そのことの普及啓発に努めるよう要望しました。しかし、時すでに遅しです。大阪市会は今年の5月と9月にも、慰安婦像設置を撤回するようサンフランシスコ市議会に求める決議を行おうとしましたが、市議会自民党が反対し、2回とも否決されました。維新の大阪市会議員団が河野外務大臣に要望せざるを得なかったのは、大阪市会で否決されたためです。大阪市におけるこうした自民党の行動は国益に反するもの、と断じざるを得ませんが、安倍総理は自民党総裁としてどう受け止められますか、お答え願います。次にギャンブル依存症について質問します。ギャンブル依存症は、ギャンブルにのめり込むことによる多重債務、貧困、虐待といった重大な社会問題を引き起こしています。しかし、対策は後手に回っていて、問題の解決の道筋が決まっていないのが現状です。対策には、発症、進行、再発の各段階に応じたものが必要です。また、アルコールや薬物などの依存症と合併しているケースもあり、一筋縄では解決しない複雑な事情を持つ患者さんの例も多くあります。この複雑化した問題の解決のために、ギャンブル依存症の関係者会議を作って、有益な意見と実績を持つNPO にも参加をお願いすることを考えています。苦しんでいるのは依存症患者本人だけではありません。本人を支える家族も苦しんでいます。速やかな救済が必要であると考えます。NPO の参加を含めた関係者会議を可及的速やかに設置すべきと考えますが、総理はどうお考えですか、お答え願います。2025年国際博覧会に関して伺います。大阪・関西は大阪湾岸の夢洲に万博を誘致すべく立候補しました。テーマは命輝く未来社会のデザインであり、東京オリンピック・パラリンピックの次に来る世界的な大イベントです。日本経済が東京一極集中に進む中、東京以外の経済成長の拠点を作るためにも重要なイベントです。また人工知能、ロボットなどの技術革新が進む中で、夢のある革新技術を社会や一般家庭に取り入れる絶好の機会であると考えます。大阪・関西の万国博覧会の誘致はオールジャパン体制で臨まなければなりません。ライバルはロシア、フランス、アゼルバイジャンといずれも強敵です。誘致を勝ち取るため総理の決意を改めて伺います。日本維新の会は和して同ぜず、冒頭にも申し上げたように、国民の皆様にとって
納得のできる政治を実現するために、政府、与党に対しても、他の与党に対しても、是々非々という建設的な姿勢で臨んでいく。それをお約束をして、私の質問を終わります。ありがとうございました。内閣総理大臣安倍晋三君。馬場伸幸議員にお答えをいたします。国民負担率についてお尋ねがありました。少子高齢化が進み、社会保障費が増大する中、消費税率の 5% から 8% への引き上げを含め、社会保障と税の一体改革を進めてまいりました。こうしたことなどにより、国民負担率は上昇しています。消費税率 10% の引き上げも、最大の課題である少子高齢化の克服に向けて、子育て世代、子どもたちに大胆に投資するとともに、社会保障の安定化にもバランスよく充当するものです。いずれにせよ、大切なことは国民の負担を適正で、負担可能な範囲にとどめることであり、今後とも国民の活力を損なわないことに留意しつつ、社会保障の改革を含め、徹底的な重点化、効率化など、歳出削減に取り組んでまいります。国会議員及び地方議員の議員年金についてお尋ねがありました。地方議員の厚生年金への加入については、国民の幅広い政治参加や、地方議会における人材確保の観点から必要との考え方もありますが、他方、保険料の公費負担などの課題もあります。この問題は地方議員の身分の根幹にかかることであり、国民の皆様の声や議員の声もよく聞きながら、各党各会派において検討がなされる必要があると考えています。国会議員の議員年金についても、国会議員の身分の根幹にかかることから、国会において各党各会派の間で議論していただく必要があり、政府の立場から答弁は差し控えさせていただきます。教育無償化の財源についてお尋ねがありました。今ご紹介がございました大阪の取り組みについては、大阪の実情を踏まえた意欲的な取り組みであると評価したいと思います。安倍内閣では、経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、これまでアベノミクスを進めることで、財政健全化に大きな道筋をつけてきました。今日を合わせた税収は約22兆円増加し、新規国債発行額も約10兆円減っています。また、例えば、社会保障関係費の伸びを3年連続で実質5000億円以下に抑制するなど、歳出削減努力を通じてきたところであり、今後とも徹底的な重点化、効率化など歳出削減努力に取り組んでまいります。行政改革についても、これまでも行政事業レビューなどの取り組みを不断に進めてきたところであり、引き続き行政改革に取り組んでいきます。一方、他方、急速に進む少子高齢化という国難に立ち向かうべく、人生100年時代を見据え、人づくり革命を断行しなければなりません。大きな改革には大きな財源が必要になります。財源の目当てがないままでは、改革の中身、それ自体が小さくなる恐れがあります。このため、今回、消費税の使い道を見直すこととし、幼児教育無償化や真に必要な子どもたちに限った高等教育無償化などへの投資を拡充します。慰安婦像のサンフランシスコ市への寄贈問題についてお尋ねがありました。大阪市議会自民党の活動については、詳細は承知していませんが、慰安婦像のサンフランシスコ市への寄贈は、我が国政府の立場と相容れない、極めて遺憾なことであると考えています。政府としてはサンフランシスコ市長に対して、24日までに拒否権を行使するよう申し入れを行いました。ギャンブルによる依存症への対策についてのお尋ねがありました。政府ではギャンブル依存症対策について、本年8月に強化策を取りまとめました。今後、様々な知見、ご意見も伺いながら、全国における相談、治療体制の整備、
適切に対応できる医師等の人材育成、患者やその家族を助ける民間団体への支援等の対策を徹底的かつ包括的に推進してまいります。2025年国際博覧会の大阪・関西誘致への決意についてお尋ねがありました。国際博覧会への国会への誘致は、日本の魅力を世界に発信する絶好の機会となります。開催地のみならず、我が国各地を訪れる観光客が増大し、地域経済が活性化する起爆剤になると考えます。先週開催された BIE 総会における日本のプレゼンテーションでは、私自らビデオメッセージを流すなど、オールジャパンの体制で取り組んでいることを強く発信し、各地から高い関心が示されたと聞いております。これまでも私自身が各国の首脳に対し、直接大阪・関西での万博開催への支持を要請してまいりました。今後も内閣を挙げて誘致に取り組むとともに、経済界や地元自治体からなる2025日本万博博覧会誘致委員会と一体的に連携し、オールジャパンの体制のもと何としても誘致を成功させるという決意で全力で取り組んでまいります。